テイクムーンはブナシエリによるタイプムーン原作のゲーム作品のアンソロジー漫画作品集である。一人者から単行本理観が発売されており、2011年にはカーニバルファンタズムとしてアニメ化された。いずれも一人者観光の ID コミックス DNA メディアコミックスから発売。カーニバルファンタズムのタイトルで、 2011年8月14日から OVA シリーズとして全3巻が発売された。ブナ氏が連載作品カンナギを掲載している月刊コミックレックスの2011年1月号でアニメ化が発表された。タイプムーンの10周年記念企画として制作されており、タイプムーン10周年記念アニメーションと名打たれている。略称は CP カニファン。 第4話で物語のルート選択があり、実際に公式サイトで2011年8月19日から9月15日までルート選択投票が行われ、選ばれた全員とデートが第3巻に収録された魔法使いの箱ではまだチャンスは残っているとも発言されており、お蔵入りになったメインヒロインとデート編はスペシャルシーズンに収録された。EX シーズンは 2011年11月26日発売のタケモンブナシエリタイプムーン作品集特別版に収録。スペシャルシーズンは2013年1月16日発売のタイプムーン10周年記念イベント収録ブルーレイディスクボックスタイプムーンフェス,ス -10TH アニバーサリーイベントマイナスに収録。サードシーズンではフェイトプロトタイプが 映像特典 OVA として収録された。2018年1月に傑作戦として3週限定で放送された。傑作戦ではエンドカードをブナシエリが描き下ろしている。同年10月にはシーズン1から3の K12 話がアベマ TV でネット初配信となった。なお、本作以降のフェイト関連タイトルにおいてもファンタズムの名を関するパロディ作品が制作されている。 キャラクターの詳細は、格外当作品を参照。フェイとプロトタイプのキャラクターについては、当該項目を参照。月姫シリーズより、設定資料集では、犬ゆう飛行役として、桜井隆弘が記載されているが、劇中には登場しない。桜井隆弘は、フェイとプロトタイプのセーバー役として、OVA 自体には出演している。 フェイトシリーズより魔法使いの箱ここでは本作及びテイクムーン書出のオリジナルキャラクターを紹介する既存作品からの登場人物は出展記事を参照白木月姫ファンタズムーンミニコーナー白木月姫ファンタズムーンに登場するキャラクターたち敵怪人は毎回イラストレーターをゲストに描き降ろされている超結集猫戦隊ゴレンニャー EX シーズンに収録されている超結集猫戦隊コレニャーに登場するキャラクター。一家3名とレン、シロレンの5人でのユニット。いずれもシロレンと同じくレンの別カラー的な存在だが、いずれもレンとは違って人ゴを話す。なお、テイクムーンの同盟話にも登場するが、そこでの設定ではシロレンと同じくレンの使われていない感情が具現化した存在で、 夢の中でしか実体化できない。コーナーごとのスタッフクレジットは客中で示す。ミニコーナーこの記事は以下のカテゴリでも参照できますカーニバルファンタズムに関するカテゴリありがとうございます。